こんにちは、ランテイの伊藤と松本です。よろしくお願いします。本日はランテイの新しくなったドリンクメニューをご紹介していこうと思います。でこちらにですね、新しいメニュー表がございます。当館オリジナルのですね、プライベートブランドのお酒、そしてこちらにビール各種、ウイスキー、そしてですね、次にこちらが、焼酎ですね、焼酎サワー、そしてノンアルコールの、サワーのテイストのものもご用意しております。で右手には冷酒、ソフトドリンク、そして今回からですね、たくさん追加をさせていただきましたワイン、シャンパンでございます。ぜひお祝いなどにお使いいただければと思います。じゃあ早速一つ一つ現物をご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、ランテイプライベートブランドのこちら、全芋焼酎のランテイでございます。続いて、お隣がですね、純米大吟醸のランテイ、そして、特別純米酒の極水、そして秋田小町のお米を使った地ビール、そしてハーフサイズのボトルワインの赤白とございます。でお隣のビールですね、こちらアサヒスーパードライ、1種類となっております。隣にはノンアルコールビール、こちらはサントリーオールフリー、そしてソフトドリンクのコカ・コーラ、ウーロン茶、三ツ矢サイダー、バイレイスのオレンジジュースがございます。そしてボトルのウイスキーでございますけれども、こちらが宮城郷伊達、そしてですね、デュワーズホワイトラベルとご用意をしております。次が焼酎でございます。本格麦焼酎のわら麦で、こちらお隣が本格麦焼酎イチコで、お隣が本格芋焼酎のからりもで、本格芋焼酎黒亀でございます。グラスにお入れしているのがこちらがサワー各種、左から巨峰、白桃、スイートレモン、シークワーサーでございます。続いて、お酒でございますが、純米大吟醸一の蔵の昇山天、お隣が純米吟醸浦霞前、本醸造沢の泉、そして特別純米酒一の蔵辛口と、本醸造の辛口浦霞となっております。はい、続いてですね、ワインのご紹介をしていきたいと思います。まず左手からですね、ベリンジャーの赤、そして白、お隣が、ホルタンの赤、それぞれ白となっております。お隣がですね、ランテイ近くにございます秋湯ワイナリーで醸造しております、リバーウィンズの赤と白でございます。続いて、お隣がこちらが、シャンパンでございます。有名なモエーシャンドンのアンペリアル、一般的なものをご用意させていただきました。お隣がですね、マルティーニのスプマンテ、こちらグラスでもご用意をさせていただいております。そしてこちらがカールユングというですね、脱アルコールワイン、アルコール度数が 0.5% 未満の非常にお酒が得意でない方でも飲みやすいワインとなっております。そして最後がですね、こちらがスパークリングワインのロゼでございます。以上、ランテイの新しいドリンクメニューご紹介をさせていただきました。ぜひお祝いなどで使えるシャンパン、ワインなどもご用意しておりますので、ぜひ皆様遊びに来てください。それではありがとうございました。お待ちしております。お待ちしております。